ナト o の軍集団を表す、平和記号。軍集団とは、近代陸軍の編成の一つであり、部隊の規模を示す。2個以上の軍を束ねたものであり、さらに軍集団は複数束ねられて総軍はあるいは、戦役軍となる。呼び方は、国や時代により差がある。アメリカ軍、イギリス軍、ドイツ国防軍などでは、軍集団と呼ぶが、日本陸軍では、方面軍、 赤軍やポーランド軍では戦線と呼ばれた。また陸上自衛隊には存在しない。第一次世界大戦において、オーストリア・ハンガリー帝国軍及びオスマン帝国軍、ブルガリア王国軍との共同戦線を張るべく、ドイツ帝国軍では以下の軍集団が編成された。東部戦線、西部戦線、中東戦線、第二次世界大戦における軍集団の編成は、 第二次世界大戦中のドイツ軍の編成を参照第一次世界大戦においてはフランス軍が以下の5個軍集団の編成を行っているこれにイギリス遠征軍が指揮下に加えられた第二次世界大戦中の1944年連合軍はヨーロッパ反抗を睨みイギリスで下記の4個軍集団の編成が行っている冷戦期においては西ドイツ中部に NATO の二個軍集団、中部軍集団の配備が行われていた。1991年には、冷戦の終結に伴い、北部軍集団、中部軍集団の司令部は解体され、他に転用された。ありがとうございます。